ハハハハえ俺さよかれと思ってやってたんだけどさ俺髪の毛がいつの間にか福留浩介になってるんだけど <laughs> 何これねえ俺福留浩介になっちゃってたいつの間にか何これよかれと思ってやってたのになんでこんな福留浩介になってんの 久保も確かにみどりさんと同じ髪型になっちゃったもう,もうセンターを上げすべこのもんじゃエボまでにガイル間に合わねえじゃねえかなんかさここ伸びねえんだけどじゃ伸びてきてさ前髪とかで垂れるようになってきてこうやって <laughs> いつもさ前髪上げちゃうからさ俺こうやって気づかなかったけど俺とんでもねえ今 <laughs> 一番どうしようもねえ 状態に落ちてんだ俺一番どうしようもなくないこれどうすればいいのもう切るところがねえよこれ以上カツラみてえになっちゃってるよな,なんで真ん中だけ見てんじゃん俺さ異次元なぐらい直毛だからさあれなんだペタンってなっちゃうんだよ見てくれこれどうなってんだスキーのジャンプ台みてえな面 <laughs> やべえな 気づかなかかなったどうです僕の習近平ヘアどうですかね結構あの日本の最先端の流行りを取り入れてるんですけどどうですか習近平ヘア俺肩幅やばいんだって。 肩幅だ肩幅さ、こうやって見るとさ俺さ頭でかく見えねえだろうで。俺だから安倍晋之介ぐらい肩幅があるんだってこうやって見るとさ全然さ頭でかく見えねえだろう。なあ。よっこらせい。